中国人民解放軍陸軍旅団に、各一個の砲兵、防空、航空、特殊作戦、砲兵、化学防御、駅無支援旅団と、その他の部隊から構成される。合成旅団は戦車及び、早期式装甲車を主力とした重型合成旅団、早輪式創校を主力とした、中型合成旅団、軽装甲型汎用四輪駆動車を主力とした。 軽型合成旅団の3種類が基本で、2020年の初めには陸軍全軍の機械化を基本的に完了するという目標が達成された。各集団軍の特殊作戦旅団は、ロシアのスペツナズやアメリカのレンジャーなどを参考にしており、緊急展開作戦やテロ対策の任務についている。現在、陸軍の指揮改定は、概ね以下の通りである。過去、 国境合作により一応の指揮海定を作るも非正規戦を戦うために部隊規模は一定しなかった。国境内戦期の1948年から1949年に指揮海定が整備された。2018年現在13個集団軍を有する。1985年以前に廃止された軍の一覧。2021年の時点で主力戦車約5650両。 不評戦闘車、約6700両。装甲兵員輸送車、約3950両。自走砲、約3600両。自走多連装ロケット砲、約1600両及びヘリコプター約1000機等を保有する。99A 式戦車96式戦車07式 122mm 自走榴弾砲。ありがとうございます。